ございます。11月22日感謝祭礼拝を始めます。賛美歌を賛美いたします。ご起立ください。まで購読文を購読いたします。詩編100編、全地を主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主のためその牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大御前に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみに深く、その恵みは常しえまでに。その真実は世々に至る。ご着席ください。お祈りに移ります。何かお祈りの課題がある方いらっしゃいますか。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今朝もまた兄弟姉妹とともに礼拝の時間を持つことができることを感謝いたします。
過ぎた1週間それぞれが守られ生活できたことを感謝いたします。また今日から始まる1週間もあなたに希望を置いて過ごすことができますように導いて守っていてください。今週は収穫感謝の日です。すべてのこと、すべての状況、どんな境遇にあっても感謝することを忘れないように力を与えてください。これから年末年始にかけてさまざまなイベントが計画されています。この一つ一つがあなたに喜ばれるものになりますように。またイベントを支えてくださる、奉仕をしてくださる兄弟姉妹の上にあなたの豊かな祝福が注がれますように。コロナの感染が拡大しています。気温差のある日が続いています。どうか一人一人の健康を守っていてください。今からあなたのメッセージを聞きます。お話をしてくださるベッキー先生を強めてください。また聞く私たちの心を開いてください。この小さなお祈り、主の御名を通してお捧げいたします。アーメン。そのままで主の祈りをお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。エペソの1章20節から23節までです。神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会をお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。それではメッセージ、主権者に感謝です。おはようございます。今年も感謝祭ですね。皆さんターキーを食べますか？一緒にパーティーができない年になってしまいました。だから今年の感謝はいつもの年の感謝とはちょっと違うかなと感じているんです。だって今年コロナで3月から生活がガラッと変わってしまいましたね。外出はできないし、日本にも帰れないし、仕事はインターネットで、ズームが多いし、なぜか仕事の量が倍以上になったってみんな感じてるんですよ。35年学校の先生をしてる人はこう言ったんです。私は結構キャリアあってすごく教えるのもうまい先生で、今までこんな仕事の量を仕事をしたことがないぐらい、今年はめちゃくちゃ仕事の量が多くって、60になってリタイアメントを初めて考えたと。そのぐらいに普通多い仕事の量のそのまた多い仕事になってしまったというキャリアを積んだ人が言うぐらいなんですね。そしてその仕事の量もそうなんですけど、個人の命が大事というブラックライフスメーターという運動も、社会運動もありましたね。家の近くでもデモがあったり、日本のレストランも被害を受けました。それから大統領選挙はあんまりにも揉めに揉めて、今もちょっと揉めてますよね。で、忘れられないのは山火事で、朝起きると車に灰がぶわーってかかってましてですね、すすがオレンジカウンティーから飛んできたと聞きました。世の中の計画秩序が素晴らしく乱れた年になりました。で、ある人はもう世の終わりだとか言うんですね。もう世は終わりだな、
イエス様がやってくるんじゃないかと考えてしまう年だったと思います。で、去年の暮れに山火事で家をなくした親戚の人がですね、避難生活のあとトレーラーハウスっていうのに住んでるんですね。家がないから、でこれから家を探して買ってとか、そういう、まあ、建てるとかそういう感じになるんです。それなのに今年山火事が来てしまったんです。でサンフランシスコのお友達とかオレンジカウンティーのイルバイの友達とかみんな山火事だ大変だって言って逃げたんですよ。で幸いにも家は焼かれなくて済んだんですけれども、大変に大変を通り越す年です。自分の計画が何も進まない年とみんな言います。でもそれでも感謝するべきことは多くあります。まずスーパーに行って食べ物があることです。でインターネットのおかげでなんとか仕事も続けることができます。で今日はちょっとなんだっけサーバーっていうのがダウンしましてですね、ライブができない、まあ、こういうこともありますけど、なんとかそれでも礼拝録画をして流すことができます。準備にかかる時間はすごいあってもマネージできているんです。でこの時に恵みに預かるという思いがまだたくさん残っているっていうのが感謝です。バイブルスタディに参加できない人がズームで夜参加できるし、礼拝に遠くてもう参加しないっていう人も参加できている人もいます。この人生には神様がいて、私たちは自分は人であり神様でなくてよかったと思える時なんです。で、自分ができることは本当に限られていまして、私たちが信じる神様がどれだけ大きくて素晴らしいかというのを痛感する年です。で、山火事を経験したお友達がこう言ってました。ニーバーという人が書いた有名な本があります。平静の祈りという祈りの本です。そこにこう書いてあるんですね。おっちょっと。神様、変えることのできないのにいつもムカムカしてハッピーじゃない。あ、ごめんなさい、それは私の言葉でした。神様、変えることのできないものを静かに受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を与えてください。そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。でこの状況ですね、まあ、特に今年変えることができないものがあまりにも多すぎてですね、それでいつもムカムカしてハッピーじゃない、イライラしていつも気分が悪い、まあ、それじゃいけないんだよと教えられるところなんです。神様しか変えられないことが世の中にはあるというのをしっかりと今年は覚えます。で私たちは変えられないことに対しては静かに祈って受け入れる力を与えてもらうんです。そして変えるべきことは変える勇気が必要です。だから自分が良くない態度ですね、ムカムカしたりイライラするとかしょっちゅう、その態度変えるぞという勇気が必要です。コロナになって、まあ、教会閉鎖といったときですね、どうするんだろうと思いました。で、ミニストリーがガラッと変わったんです。新しい働き方です。神様が教えてくださった新しい働き方です。で、今も思うときがあるんですね。またコロナが再度広がってきました。波がやってきましたというときね、振り出しに戻るんですけど、そういうときに一からやり直して、落ち込むのか、それとももう一回やり直そうとしっかりと生きるのか、前向きに進むのか、静かに受け入れる力が必要なんです。だからネット礼拝もズームバイブルスタディも感謝して受け入れます。弁当のテイクアウトもすごい感謝してできるんです。兄弟姉妹に慰めと愛を与えることのできるミニストリーは歓迎です。これ今年一番の気づいた感謝です。私の社会の変えられない部分は静かに祈り受け入れる力が必要です。自分の中にある変えられる部分は変えようとする
努力です。この主から知恵をいただいて二つを区別する賢さが欲しいんです。今日の御言葉はエペソです。神様はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座に、力の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、すべての名の上に高く高く置かれました。自分は神様じゃない、人です。だから変えられないことはたくさんありすぎて、まあ困ったり、迷ったり、嘆いたり、ストレスを受けます。オフコースです。でも私たちの神様は、素晴らしくて良い神様です。その力は全能です。全部のことができるんです。まあ、一度騙されたと思って信じてない人は、神様を一度高く高く素晴らしい神様と崇めてみてほしいと思います。キリストは今の世でも次に来る世であっても唱えられる全ての名の上に高く高く置かれたお方です。この今の目に見える世界ね、神様の力の偉大さがあります。この神の力がキリストにどのように働いたのかというのは、キリスト論ってちょっと難しい言葉で言うと、旧約聖書ではいつも出てくる話です。エジプトからどうやって救われたのかです。イスラエルの民にとって絶対に忘れてはいけない大きな主の贖いの救いです。海を二つに割ってそこを歩いたって言うんですよ。神様の力を信じて伝え信仰を奮い立たせ、何百年やってきました。でも新約聖書ではそれ以上の神様の力を覚えます。人が死んで、イエス様が死んで復活したんです。その上に天に上げられて、そこで座して治められておられるのがイエス様です。天に上げられたイエス様は今の世界、天の国両方で一番上におられる存在です。エペソの6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなくと言ってます。で、血肉っていうのは人ですね。人に対する戦いではないんです。お互いいがみ合うんだけど、喧嘩してるんだけど、教会内でも揉めるんだけど、教団なんで、それはですね、人に対する戦いではないんです。主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。裏で見えない力があります。世界の支配者はサタンの軍勢を意味します。でもこの世であっても次の世界においても、どちらでも一番高く一番偉い主権を持つお方はイエス・キリストです。だからこのロサンゼルスの社会であっても、教会であっても、カリフォルニア州であっても、アメリカという国の支配も、トランプ大統領も、バイデン次の大統領も、教団も、すべてがキリストが一番上におられるというのを覚え感謝するんです。こんな神様を私たちは信じています。素晴らしい神様です。まだまだ世界には変えられないことがたくさんあります。この国には変えられないことがたくさんあります。この教団も教会も変えられないことがあるんです。でも私たちの家であっても変えられないことがあります。何度言っても食べた後に片付けないとかね、まあ、変えられないいろんな悪いハビットがあるんです。その時に応じて神様は働かれることを私たちは受け入れ、静かな信仰を持って受け入れます。変えられないことは主から力をいただいて静かな心で受け入れます。イライラしないで、
静かに受け入れる力が必要です。この静かな信仰は神様の力がないと絶対に与えられないことです。で、この一つ良かったなと思うことが先週ありました。ビショップからのメッセージが毎週届くんですけどね、その中でメソジストの教団というのは何が一番大事かというところの話です。4つの大事な部分を信じています。 Tradition, Experience, Reason, and Scripture という4つです。信仰体験、伝統、理由、そして聖書ですね。その中で一番大事なのはやっぱり重要なのは神様の御言葉である聖書だと言うんです。教団の分裂にある話し合いの中で、自分の権利とか経験、どれだけ聖書をよく知っている知識ですね、リーズンって知識を重視するときに、やはり聖書の御言葉を大事にして、そこに根ざす、そこに基礎があるというのを覚えるのはね、一番大事なことです。それはそれは私にとって感謝のメッセージでした。聖書信仰にさえ根ざしてくれれば、私たちは主に信頼して静かに問題を受け入れ、そして歩むことができるんです。苦しくたってイエス・キリストが御言葉が基礎にあるならば大丈夫だと確信があるからです。主は私をそうして励ましてくれるんですね。そしてまた感謝祭に何が感謝だろうかと考えさせてくれるんです。世紀末だろうと思われる今年2020年です。ブツブツと文句を言う人になることだけは私はちょっと避けたいなといつも思っています。イライラする人にだけはならないようにと思っているんです。素晴らしい主がおられる、感謝する感謝祭を迎えたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、感謝祭に感謝を持ち、ブツブツと文句を言わず、イライラする人にならないように、主が静かな心の平安を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは賛美歌を賛美いたしましょう。
お祈りの前に一緒に読みたいと思います。せーの。神様の地下に頼ることは国家と人の義務です。謙遜な態度で自分の罪を悲しみ悔い改めると、主は憐れみを注ぎ罪を許してくださるという希望の確信を覚えます。そして聖書に書かれ歴史でも証明されている尊ぶべき真理をはっきりと認めましょう。主なる神様を神とする国は祝福されるのです。アーメンですね。この世界ではどこに行っても国も個人も罪を犯すと罰を受けるという主の聖なる掟を知っています。私たちは大きな罪によりアメリカの地を廃墟にしたひどい内戦を真摯に恐れ悲しみ、全国民が一心に国の改革や必要だと思うだけにとどまるのでしょうか。アメリカは天の素晴らしい恵みを受けてきました。平和と繁栄の中守られてきました。他の国では見られない人口増加、富の拡大、そして大きな力を与えられ成長してきました。しかし私たちは主なる神様を忘れてしまいました。平和を与え豊かさを何倍にも増し力を与えてくださった恵みの御手を忘れています。うぬぼれ自己中心になり自分の力で今の祝福を勝ち取ったと思っています。私たちは豊かな生活と成功により傲慢になり自分の力に頼り私たちを作った贖い主恵みの主に祈ることを忘れてしまいました。今アメリカの国民が一つの心一つの声で主なる神様を心から感謝し崇めることが一番大事だと私は思っています。国内外にいるアメリカ国民の皆様、11月最後の木曜日を天におられる父なる神様に感謝を捧げ主を崇める人しようではありませんか。これ1863年に出された宣言です。今週は感謝を覚える週です。お祈りいたします。私たちのために死んでくださり永遠の命を与えてくださったイエス様の素晴らしい恵みと父なる神様の優しい愛と聖霊がくださる親しい交わりがどうぞ一人一人の上に今週感謝祭の週にありますように。アーメン。それではご着席ください。報告に移ります。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。コロナウイルスの問題で教会の集会は自粛しています。日曜日の礼拝は日曜朝9時から教会のウェブサイトで閲覧できます。過去の礼拝も閲覧できますのでお時間あるときに見てみてください。水曜日8時からズームのバイブルスタディがあります。参加される方はズームの ID ナンバーとパスワードが必要になりますので牧師までお申し出ください。9月の8日から12月22日まで幼児向けのズームの日本語クラスがあります。11月24日と26日の子どもの日本語クラスは感謝祭のためお休みとなります。11月25日水曜日、今週の水曜日のバイブルスタディは感謝祭のためお休みとなります。子どものハンドベルは市民クリスマスに向けてズームで練習を開始しています。お祈りください。
12月16日水曜日8時より Zoom で聖餐式を行います。1年の感謝をします。各自パン・ブドウ酒をご用意ください。 Zoom のリンクとパスワードは E メールでお送りいたします。2020年度市民クリスマスはネット配信されます。フェイス協会では子どもハンドベルが参加予定いたします。配信予定日は12月18日となっております。11月23日水曜日バイブルスタディはお休みです。クリスマスイブの礼拝は12月の24日木曜日3時からライブ配信です。日英バイリンガルの礼拝となります。新年オールチャーチお雑煮は1月16日土曜日を予定しております。他に何か連絡事項ある方いらっしゃいますか？なければこれでおしまいにします。ありがとうございました。